一生は夢の間なれば。隠居っぽいね、お互い。光月城主は天子勝久、毛利への恨みは深い。劣勢でも必死で向かってくるはず。油断が禁物ということです。ならば周囲の砦から確実に落としておいて。ただ戦意旺盛な相手に力攻めは下策。まずは砦を守る将をおびき出してみる。なし、参れ。ここまではうまくいきましたね。いざ参らん。ここまではうまくいきました。音春兄上はこの砦の守備をお願いします。この戦果、次の一手につなげなければ。戦場に勝負いたされ。打ち取りました。あるはずだ。みんな、次は兵糧庫を奪うぞ。よせ、兵糧庫が狙われているぞ。みんなのもの、撃って出よ。開門。車線に乗ってくれたようです。半ば勝ったようなもの。一気呵成に攻め立てましょう。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。気をつけてくれ。この一戦に勝ち、天子家を再興せん。無敵毛利、覚悟せよ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。ここまではうまくいきましたね。
かよ。いよいよ次は光月城だね。テルモト、お前はここを守っていけ。敗北条件変更。開門。やれや。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、どうも。アマゴ勢はまだ耐えているようだな。南トリガー、いただき。ここまでは俺たちの作戦通りだね。あれは勘弁勘弁。光月城を救うために戻ってきたのですか。これより森軍を逆包囲する。世を乱す最大の火種を消し潰すのだ。策を立てているのは彼。援軍を退けるのは彼を倒さない。勝利条件変更。俺たちは一人で落としゃいいんだよな。さあ龍馬か。そうだね、やろう。遅れんじゃねえか。騒ぐなバカ。軍師殿の策が敵に筒抜けだ。あっちで気合い入れてくれ。勘兵衛が動いておらぬ。ここで策を畳みかける手はずだったが。あれ、そろそろ頃合いかも。ごめん、トシエさん。すぐに出られる。ああ、んじゃ、行くぜ。はい、わかりました。わかりました。何か妙ですね。半兵衛ならばもっと効果的に策を打ったはずです。随分半兵衛を買っているんだね。だが彼こそが敵の弱点かもしれないよ。やるしかないか。この 一瞬敵将を討ち取りました。やれやれ、あの砦を落とされていたら完全に劣勢に立たされていたところだ。はい、そうだね、やろう。そうだね、やろう。包囲は不完全なままだ。本兵、まさか。急ぎ五詰めの兵を出せ。半兵衛の加勢に向かわせるのだ。芝軍の足並みが乱れている。かくなる上は打って出るよりあるまい。開門。光月城が開門しただと。わずかな乱れに動揺するとは愚かな。このままでは我らまで窮地に陥る。雨雲救援は諦めるべきだ。兵は秀吉様のもとへ急ぎ本隊を交代させよ。我らも兵をまとめ次第後を追う。
ごめん、官兵衛殿。しんがりは俺がやるから。秀吉様を頼んでいい？その体でしんがりが務まるとは思えぬな。後の始末は私がやる。兵は先に戻れ。敵は完全に浮き足だったね。ここで弱点をつけば勝機をつかめそうだ。はい。しかし官兵衛はどうしたのでしょうか。開門。だいぶ片付いてきたかな。これぞ本領。お見せしましょう。いかがでしたか。私こそは天下無双、毛利を支える意志となりましょう。やろう。うん、親に楽させてくれる孝行息子だ。はい、わかりました。これは見事なわけだ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。覚悟してもらいます。あれ、あ、カカゲさんじゃない。あれ、そっかそっか、戦わなくちゃね。あなたやはり体が、はい、わかりました。引っ張っちゃって、もうよい。とにかく逃げ延びよう。開門開門。奥の手だ。この戦後、次の一歩に繋げなくなる。私は本来、スノーロード専門なんだけどね。なぜ、相手となる。奥の手だ。私は本来、スノーロード専門なんだけどね。ウルはなんだか。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。じゃあ黒い軍師殿、この戦あまりうまくいってないようだね。仮にうまくいっていない事象があっても、修正可能な範囲のさじにすぎる。強がりだとは分かっているけど、君が言うと説得力があるわ。敵将討ち取ったよ。これぞ本領。お見せしましょう。あなたなら分かるはず。信長のやり方で天下は収まらない。
信長の天下など見てはいない。見ているのはその先。その先、乱に備えられよ。もうすぐだ。もうすぐ待ちに待った秀吉様の世が来る。信長の世が終わると、死ぬ前にさ、見えることってあるだろう。半兵衛、秀吉様とみんなが笑って暮らせるよう気づきたかったな。寂しくなるね、官兵衛殿。でも君を分かってくれる人は。